皆さんどうも、進藤冬樹です。まあ多分私の作品の中で、一番売れてる作品でもあり、長くロングセラーで、でやっぱり白進藤と言われるきっかけになった、初めての純愛の作品で、思い出が本当に強くて、でやっぱり人気がすごかった作品なんで、今まですごいもう映像化の話がものすごかったんですね。で逆にすごすぎてずっと月日が経ったっていう感じなんで、もう今回実現するっていうことで本当に感無量です。楽しい楽しい楽しすぎるが、バスデークという映画自体も雰囲気で何かあって恋もして。안녕하세요이번에와세르육기감동을맡은한상이라고합니다이번영화와세르육기는한국과일본두주인공의 아련하고도슬픈사랑이야기를그릴생각입니다실제로촬영한시간이그렇게길지는않았는데준비기간이라고하죠기획하고한거는작년9월달부터준비를좀해서지금이제촬영이완료되고후반작업까지마치고5월정도되니까저대략한10개월정도시간이걸릴것같습니다傷ついたちょっと家庭環境が寂しい少女が傷ついた子犬を公園で見つけて途方に暮れてる時に高校生の、お兄ちゃんと運命の出会いを果たしで将来結婚しようねという約束を、まあでも結局その月日が経って2人がすれ違い結ばれるのかすれ違うのかというすごくピュアな一人の人をずっと思い続ける。ラブストーリーですね。こんにちは、忘れ雪のテオ役のチャンソンです。こういう主演はなかったんです。韓国でも本当にプレッシャーがちょっとあったんですけど、監督と話を交わして、なんかそういうプレッシャーがなくなっちゃいました。本当にいい経験でした。はい。부드러운느낌들이좀많이있어서그게가장아무래도수의사라는역할이기때문에그리고개인적으로찬상이가동물굉장히좋아해요고양이도직접키우고그런어떤부드러운모습이있고또태아라는역할이후반에가게되면미유키를찾기위해서조금남성적이고이런모습들이있는데많은팬들이아세피찬성이굉장히태권도도잘하고운동도잘하고그런모습들이있어서그두가지모습을다갖추고있기때문에캐스팅하는데있어서주저함이없었습니다그노진부츠와조금준수이데오사에르것도잔또야레르소유성격도아르시선택을야라나케바이케나이조타이니나테소유선택을키메르ことがちゃんとできる人だし、だから他の人に迷惑かけないように個人的な優しさもあるし、いい人です。チャンソン君같은경우에는한국에서또일본에서연기경험이좀있었고그렇지만이제영화주인공으로서의이제어떤그런무게감은처음겪어보려고생각하는데준비단계때개인적으로만나서그런얘기를많이했어요스크린온스크린에서의주인공도있지만역시주인공이란거는오프스크린이라고하죠촬영현장스태프들주인공이웃으면스태프들도웃고굉장히밝은분위기에서한다네가힘들어하고짜증내면마찬가지로스태프들이근데아직어린친구인데도불구하고굉장히그런것들이있어서집중력도좋고스태프들역시이제전반이지나고나서는일본스태프들이정말이친구열심히하고연기력과집중력이좋다라는칭찬을들어서그냥감독으로서도굉장히기분이좋았습니다아사아우토와かっこいいなって私もすごく思ったし心から魅力のある方だなと思います当たり前だとは思うんですけどカメラが好きみたいでよく写真を撮ったりとかもしててすごく現場にいてすごく楽しそうなんですよね毎回
そういうところをすごく見習いたいなって思って、なんかそういう姿がすごく素敵だなと思いました。チャンソンさんはね、とてもリラックスした空気の、あの話しやすい、何でも喋ってくれるし仲良くなれたらいいなと。この後韓国語も教えてもらおうかなと、週2回ぐらい動物病院の院長でありながら、まあ跡継ぎを息子に任しで、まあ見守りながら、人生観を共に過ごしていくという切ない、何とも言えない、哀愁漂う作品でございますね。まあ満はですね、まあすごいお母さんが、まあ、亡くなったことによって、自分が生まれたことによって亡くなったっていう、こう重荷を心にずっと抱えているキャラクターで、本当は家族になりたいのに家族になれない、なぜかというとお母さんのことがあったからっていうことをこうもがきながら、いろんな人に当たり、最後にはこう家族になろうと努力するというキャラクターですね。ね、本当はもうヒョンって呼んでるぐらいですけど、チャンヨンヒョンはすごく優しいから、多分その優しさを僕はプライベートで受け取りながら、芝居ではこう悪く返すっていう。確かに親父の言うように危なっかしい面はたくさんあってるって、これが見せるのが一番欲しいんですよ。ああ、ね、結構背が高いですね。もしできたらそれできたらさ、もうちょっと前の低い椅子もうちょっと悪い風じゃなかったからね。それでね、OK 受けたんで待てたんですけど、はい、お芝居あんまり今度来すぎると、うずいさんがかぶっちゃうので、ちょうどだから、あの高橋さんをここから、うずい君をこっちから抜いてるっていう感じ。後頭部の目で見る。じゃあ俺ら上がるか。そうですね。僕らね、少し上がってしまいました。じゃあ箱とかお尻さん。分かってる。親父には迷惑かけねえよ。ごめんなさい、俺もう待って、今ながら、けんちゃなよ。すみません、すみません。同じことちょっと頑張らせて、また。頑張らせて、さっきのマスターで、そう同じことで、失礼いたしました。文句言わずにありがたく行為、文句言わずにありがたく行為を受け取ってほしいもんだよね。今はちゃんとね、真面目な病院のこと心配して、うん、でも、そういうことで、ちょっとお互いに本当に深刻にね、ちょっと見ながら、そういう雰囲気で、はい、どんな花へ帰るのか、できるのか、何を拾ってますか。これ、リアルないですよ。いくら獣医師でもお前が全ての責任を引き受けることはできないということを認めるんだ。彼のやっぱりすごいところって、やっぱり現場の雰囲気で、大事なシーンには大事なシーンで自然と空気をそう持っていくし、うん、これはね、僕がとか監督がとかプロデューサーじゃなく、彼がふっと空気を作る、うん、だからそれがなんか自然とキャッチボールができるというか、
もうとにかく僕らが勉強になるし、だから本当に初心に戻れて、僕はもう彼に感謝するし、自然とその空気を変えてくれたのは、もう彼がパッと僕を見て、くってあのね、苦しい笑顔が欲しい、息子に本当に欲しいあいつの人間性最高ですね、うん、大好きですね、これ。あー、ジャンヒョン、ジンちゃん、ごめんな、5月に日本でコンサートやるみたいですけど、ポエリンカちゃん、ジンちゃん、感謝합니다。移動して、ね、2週間後そうですかってそれだけ。これは、うん、なんか、うん、そう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 。みゆき役を演じます、大野糸です。私が演じるみゆきという女の子は、チャンソンさんが演じるテオのことをずっと8年間思い続けている女の子の役で、自分の中では本当に愛犬のクロスしかいないという女の子で、そんな中でずっとテオを思い続けている女の子です。あんまり愛がわからないんですけど、でもすっごくテオとみゆきは8年前公園でずっと毎日のように会って話して遊んでたと思うので、そうするとやっぱり私自身もそんな経験があるとしたら好きになると思うので、なんか仲良くなって恋に落ちるっていうところはみゆきに似てるかなと思います。우연하게도저몇년전부터그오노이토가출연한작품들이제가아는일본영화프로듀서들해서관심있게봤었어요그래서일은처음하는거지만마치예전부터좀알았던그런느낌이들어서그런지현장에와서도물론제가일본감독처럼아주세밀한부분까지는직접적인표현을하지는못하지만그런부분오히려저를배려해서또박또박본인이다시물어보고아주자기가연결될부분에의문이있을경우에는몇번이고저한테물어보고분석하고그래서굉장히어린친구인데도 분주하고역시굉장히주인공이구나라는느낌이들정도로믿음이강한친구였습니다미유키역의오노상은아本当に純粋な人だと思ったきっかけがありますけど、撮影前になんか別であのマネージャーさんと一緒にあの食事をしたことがありますけど、食事は全部食べてなんか紅茶とかコーヒーとか飲む時手紙をもらいました、大野さんから。わあ、こういうの本当に珍しいなことですけど、いい人だなぁと思えるそういうきっかけでした。自分の思いと思いを持ってそっちで日々作る、うん、そしたらいい、うん、そう、そういうことが내리면서컵손하고머리하고따로노는거있잖아정신이멍때리는거였지알지잠깐하다가보니까어소스미유키이런느낌이지완전히느껴야돼천천히하는데지금은혜민이나사회라네으쌰토사는本当にまだ若いのにすごくなんかオーラのある方で、今回本当にね、婚約者やらせていただいて、なんか、なんていうんですかね、僕でいいのかな。まあ結局ダメなんですけどね。待ってよ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 。危ない。チケット。あ、どうぞどうぞ。
今の動きを覚えたよ、はい、もう一回やるんですから、プロジェクト今回撮影させていただいて、とにかく走るシーンが多いですね。走ってますみたいな、走ってますよ。犬を追いかけ、雪を追いかけ、走る走る追いかけるんですけど、結局どちらも捕まえられないっていうね、かわいそうな。しないと役に立つ。はい、まあ、髪型もちょっとね、自然でね、はい、そう登場して、これ多分僕の最後の運ばれていくし、全部ね、何でも先方の言いなりになってしまう。静香役をやらせていただきました吉倉葵です。静香さんは多分私の中ではテオさんが初めて好きになった人で、ずっと片思いしている役柄なんですけど、物語の後半ではまあ、テオさんもちょっとひどいところがあるので、私も一生懸命頑張ってるのに振り向いてくれないっていうところで、ちょっと感情が爆発しちゃう役柄です。吉倉양같은경우에는제가굉장히좋아하는친구였어요일은처음하지만요즘성격도밝고모델로도워낙유명했던친구고그랬는데사실시집가란역할은항상의상도한벌이고여배우로서간호사역할이고안경도쓰고제가이제이런이런어떤것들을욕을했는데확실히그연기자로서참여를하기때문에그모델일때는정말화려한의상과굉장히예쁜데이번시즈카역할에집중을해서어떤그겉으로보이는여배우로서의그런것보다는그내면연기로서안경끼고근데머리묶고간호사복딱입고그런거에집중하는모습을보면서아연기자로서역시같이일하게돼서좋았다라는생각이듭니다네ちゃんと笑う笑いが多い人だと思います。静かはじゃなかったんですけど本人は本当に明るくなんかそういう感じの人だと、はい、感じました。こっちがそういうことで顔見せてあげて。本当に恋愛の初心者なんだと思いました私は。なので曲がってるわけじゃないんですけど、まっすぐすぎて周りが見えてない分、不器用なんだなとは思いました。おはようございます。今日は寒いです。でカルテ持ってなぜか考えっこは分かんないんですけど、そういう時カルテもバーッとして、彼女の性格がこのさっき直接に書いて、それはみゆきの約束、みゆきさんとテオさんがあの約束の時間があって、それを知っていて、それをどうにかして行かせないようにしたいと焦って、どうしようどうしようってなっているところに、あ猫に毒を盛ろうと決心して先生に電話をかけるっていうシーンだったんですけど、監督のお話もあってそこのあのシーンの感情を作ったんですけど、
とりあえずイライラしたかったりとか焦りたかったので必死に本番前に体を叩いたんですよ。そしたらすごく焦ったりとかすごいこう感情が高ぶってきたのでああいう風にできたんですけど、でもあと監督のお話もすごく熱心にしてくださるので監督と一緒に作っている感じがします。どん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 5時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 時計どうしよう OK。 本当にびっくりしました。お二人は観覧車乗ったことありますか？観覧車ありますよ。ここの観覧車ですか？ここはないです。そうですね、ここは、どこですか？富士山隣にある富士急富士急で絶叫も乗った。怖いやつ。ジェットコースターめっちゃ怖いですよね。乗りました。得意じゃないかと。それじゃないか。じゃないか。すごいんですよ。じゃないか。じゃないか。すごい。やばい。富士山混ざってますよね。気にしないで。気にしないで。高いのとこ平気なんですか？どうだ。好きになっちゃいましたね、その時から。その時から、バンジーちゃんとかも平気。バンジーもやったことないです。はい。スカイダイビングは？スカイダイビング絶対やりたい。やりたい。うん、やりたい。絶対やりたい。無理だわ。本当？うん、怖い。鳴海役、久保田悠希です。昔からの唯一の理解者みたいな感じですかね。だからずっとそばにいて気にしてた存在の友達。나름이역할맡았던코바튼같은경우에는실제로는찬성하고친구로나오는데나이가거의좀더많이있어요그래서그런지오히려어른스러운역할인데나름이가그역할을훌륭하게해줬고또굉장히제가봤을때는한국에서도인기가많을것같아서한국여자팬들이좋아할것같아서언젠가기회가되면한국영화에도좀주변감독분들이나이런분들한테소개시켜주실정도로성격도좋고굉장히열심히하는친구인것같았습니다すごいよく話しかけてくださってすごい面白い方で一番のなんかムードメーカーみたいな方だなと思いました。忘れ雪なんですけど忘れない作品になってほしいなと思います。ほらたまにいいこと言うんですよ。硬い雰囲気をよく外すことが本当にできるそういう人なんでした。はい。それで本当に僕は喜びましたね。はい。チャンソンもいつも現場を和やかにしてくれるんでやりやすいですよ。結構だからそうですね、最初の撮影がテニスだったんでテニス一緒にやるとこから始まったんでそれが入りやすくてよかったですね。やっぱり言葉いらないでボールを打ち合うスポーツ魂それはですねネットだけではなく国境を越えていったなと。うまいこと言いましたね僕今。
呼吸。その後にクローズアップで彼はバカバカ。공이딱떠오를때딱치는거거든사실은떠오를때치는게제일멋있어원래는보고보몸을앞으로이렇게던지는느낌있잖아그런느낌으로이렇게이어이어이어헐멋지면끝헐어이헐맞다보라다보라어이무릎구부렸다펴무릎을구부렸다일어나면서점프한다그렇지그렇지그렇지좋아그렇지날맞추지는마라이자식아 공이오면은딱떠오를때위에서이렇게쫙그덮는다는생각으로방식들을보고넘어가서왜그러다가分かってたぞ、池田さんの方。あ、いや、まだまだ。まだ、フルショットだ。結構잘못잡았어。あ、これ、アペダ、ベストウェイで、ヘアちゃうから。今、怪我したところが、硬くなりました。タコができました。はい。オッケー。今ちょうどいい。大丈夫、大丈夫。そう。結構、選手やってた。選手やってたと思うじゃないですか。一切やったことないです初めてほぼ初めてですねちゃんとボールを打ってやるのははいまあイメージはずっとできてたんでずっとエアで昔テニスを振ってたテニスのラケットを振ってたことが良かったんでそれが生きたなとみんなにテニスやってたんですかって言われたのが嬉しかったですねはいなくてもいいもんね I'm enjoying the tennis あそういうやつじゃないそうですそうですね、まあ、テニスもそうだったんですけどその後のシャワーシーンですねそこで2人でボディビル大会みたいなやつなのが一番面白かったですねねそしてうんまあうんじゃあねそのぐらい無理생각보다근데조금틀어놓으면따뜻하긴해완전차진않아그래괜찮아야그냥안만드는게좋아왜말했잖아일부러아거의안보이게할거야아이씨어태호가그냥근육빵빵생기면어떡해어이만태호굿바지쓰른다요반스페셜이自分の左を崩して。지금은일단버드상빼고이비비타이크발목도일단하는너무늦으면안되니까너무길면안되니까차가딱빠져나가는거느껴지잖아그래서느껴지면한5초안에풀어だけで。ありがとうね。こけて入ってる없어。그렇게할필요가없어。괜찮아。그냥느낌만。頭だけ気をつけてね。そうだね。一で一で。うん。そっか。そう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 。それそれ。
완전히 통하는 기분이시죠. 저희가 지금까지 그 한일 합작에 관련된 것들을 많이 했었는데 이번 와스레 유키처럼 혼자 들어와서 그리고 주인공인 찬성 혼자만 들어와서 한 적은 처음이어서 솔직히 조금 완벽하지는 않으니까 언어라는 것이 그리고 연기 지도나 이런 거에 있어서 일본 배우들도 많이 참여를 하기 때문에 아주 그 자세한 부분 같은 경우는 잘할 수 있을까 걱정을 했는데 반대로 영화만의 언어가 있어서 그런지 조금 부족한 부분들도 감정적으로 표현하니까 잘 전달이 되더라고요. 역시 연기 지도도 마찬가지였지만 스태프들하고도 일하는 것도 있어서 그 만국 공통어인 것 같아요, 영화라는 게. 그래서 언어는 큰 문제는 되지 않았습니다. 네. 다행입니다. 初めての 本読み が あった時 心配するくらいなんか失敗しちゃって、わ、これどうしよう。 지리키데 지리키데 누시모쇼 사가스 30분대 있고요. 해안이야. 컷! 아. 難しいじゃないの? 네. 일본어로 喋るの? 또 聞いて そうだよ。 したら 難しいな。 팬을 하거든. 그러니까 여기서 멈추면 너무 걸려. 난 입었어요. 죄송합니다. 가장 큰 거 일단 제가 일부러 한국말로 해요. 그리고 다들 무슨 말을 할까라고 일단 집중을 하시는 것 같고 천수아 반대야 반대 왼쪽 더 그렇지 더 끝으로 가 쏘쏘 더 그렇지 거기 있는 거야 서브 그 네모 앞에 네모 안에 들어가니까 너무 건강해 무슨 말인지 알지? 어? 야 와, 완전 지친 얼굴이라고 했는데 대사가 너무 건강해 감독상와 本当に 현場で 가장 元気と 이츠모 파워풀で みんなでなんか、頑張ろうと気がする人です。 아, 운동 좋아요. 운동 좋아하고 스트레스 푸는 게 제가 술 자리는 좋은데 술이 약해요. 대신 스포츠로 많이 풀고 그리고 아무래도 몸을 쓰는 걸 좋아하고 그러다 보니까 운동을 좋아하고 그러다 보니까 많은 배우들, 남자 배우들 또 운동 좋아하는 여자 배우들 배우들과도 같이 그 여가를 같이 보내고 많은 얘기를 하고 그렇게 된 계기가 된 것 같습니다. 一瞬怖いなって思う時もあったんですけど、でも怖いっていうよりもやっぱりこう真剣にこの映画を作りたいって思ってるからなんだなっていうのはすごく強く伝わってきたので、 この 監督と一緒にできてよかったなと思いました。僕はね、正直言ってこの作品の前にハン監督の作品を2本とも見てるんですよ。俺大ファンなんですよ。もう俺の嫁も見ても泣いちゃって、彼っていうのは脇役もしっかりとやっぱり取ってくれるし、 なんか日本の作品監督作品の昔の有名なやっぱり日本の監督、その個性とかいろんな優しさの情感とかいうのを思い出させてくれる、僕は大好きなんですよあの人の作品が。だからもう一度やっぱりあの監督にしてもチャンソンにとっても 僕らが 本当に 初心に戻る やっぱりそれに参加できて俺はすごい嬉しかったですね。やっぱ1時間前というのはですから、ちょっとね。 사실은 좀 제가 욕심인지는 몰라도 모든 장면이 저는
다 중요하다고 생각을 하는 편인데 그래도 이제 관객분들이 좀 보시는 데 있어서 중요한 장면은 두 주인공 태호와 미유키의 첫 만남 영화 내에서죠. 사실은 그게 첫 만남이 아니라 7년 만에 재회를 하는 건데 한 사람은 그 사람을 알아보고 한 사람은 알아보지를 못해요. 그렇게 되면서 이제 그 긴장감이 조성을 되면서 언제쯤 그 두 사람이 서로를 알아보게 될까 하는 그 포인트를 영화 내내 중점적으로 두고 영화를 만드는데 힘을 썼습니다. 두 사람이 7년 뒤에 처음 만나는 건데 어른이 돼서 그 뭐지? 태호는 모르고 미유키만 태호를 먼저 알아보는 그런 상황? 그런 상황이어가지고 한 명은 알아보는데 한 명은 못 알아보는 그런 상황이 제일 중요한 포인트일 것 같아요. 네. 죄송합니다. 속구에 주의やっているので 좋았다라. 태호の顔を見た時に嬉しい気持ちとか今っていう気持ちとかクロスがまた再び合わせてくれたことのなんだろう偶然というか奇跡というかクロスに感謝したい気持ちとかでも南さんが隣にいる複雑さとかがなんか結構 ここ、 カメラがね、こっち、ロングシャットで、空からティールダウンしたら、このカバンの位置が手を、こっちに歩きますよ。ミユキはこっちで、ジョンちゃん、カバン持ってきて、私も、ありがとう、全部持ってきて。かわいい。じゃあ、一回テストしましょう。はい。テストだ。座って。よかった。俺の手まで足りないでしょ。その中にお茶入れといているのかわからないんで。こちら。決まってないです。決まってないですか。クロスだ。名前決めてない。名前まだね、決まってないんですよ。だから クロスになるかもしれない。今日からクロスだよ。おお、クロスだな。落ち着いて。
立ち前から。いや、もうちょっと、もうちょっと。ダラちゃん、こっち、こっち。こっちだよ、こっちだよ。で、手を。全然ないですよ。似てますかね。あんなに可愛いかな。うん、すっごくなんか声も可愛くて、あ、癒されます。可愛い。どこにも行かないの。そうだな、絶対男だ。そういうことですぐ分かっちゃうんですよ。それとか逆に猫の顔を、うん、吐いたのか。はい、あ、それ後です。あ、先にセリフがあります。ヨダイが急に知ってしまったのですが、原因が分かりません。ヨダイが急に知ってしまったのですが、原因が分かりません。吐いちゃうのか。はい、ちょっと入ったのか。ヨダイが急に知ってしまったのですが、原因が分かりません。入ったのか。ごめんなさい、本当にごめんなさい。すごい芝居だったな。ごめんなさい、本当にすごく緊迫してるシーンで、ちょっと高地さんが噛んじゃったセリフにみんなでこうちょっとわって笑っちゃった後に、また戻ってもう一回やり直しってなった時に、高地さんが私に、俺さ、なんて言ったっけって私また確かめてきたんですよ。で、その間違えちゃった言葉を言い直したら、私が今度ハマっちゃって、笑いに。で、そのまま本番に行かなきゃいけなくて、本当に笑っちゃいけないと思いながらやったんですけど、高瀬さんがそのセリフ言った瞬間に耐えられなくて、また吹き出しちゃって NG を出しちゃったんですけど、本当に申し訳なかったなと。すごい緊迫したシーンだったのに、そんな笑っちゃって本当に申し訳なかったなと思うんですけど、本当に面白かったです。あ、オーケー、はい、조금 제가 이번 영화에서 특별함을 주려고 했던 감독으로서 했던 거는 마지막 부분에 조금 다른 시선이 좀 들어갑니다. 그래가지고 이 두 사람의 사랑이 어떻게 결말을 맺을까라는 부분이 많은 분들이 원작을 읽으셨다고 생각하는데 원작과 같을지 아니면 또 영화만의 다른 방향성을 제시할지는 나중에 극장에서 여러분의 판단에 맡기길 원하겠습니다. このシーンね、最後のシーンですから、白いけど。
黄色いんですよ。いやいやいや。本当に支援っぽいです。本当ですか。なんでだろう。色が合ってるのですね。全体に爽やか。爽やかですか。爽やか意識してないです。上が爽やか。大丈夫大丈夫。大丈夫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 。ちょっと嫉妬してる。あ、怖い怖い。怖いそういうこと。寂しいですよね。寂しいですよ。悲しい役なのでこうやって二人のこと見てるんです。ずっとさっきから見ていらっしゃるんです。羨ましいなと思って。冷たいものが。そうね、そう聞こえなかったんですから、どん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 顔をね、チク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 ね。今日はちょっとコンタクトをしてなくて、全然見えないんです、人の顔が。なんかこの辺ぐらいに来れば見えるんですけど、だからあの時計を何時なのかが分からなくて、こうやって3時20分合ってますか。ありえないですね。あるかもしれないけども、まあ人はそれぞれだから、はい、僕はじゃないです。経験したことないので、はい、みゆきとテオの関係は純粋だけど、本当に純粋だけど、なんか特別な状況じゃないですか。だからです。もし選ぶとしたら、もちろんみゆき。やばいですよ。出展して。で、本当に今回は前は。その時はすごく難しくて、自分の計算外のことが起きてしまって。すごくパニックになって真っ白になっちゃったみたいな感じを出したかったので、うーん、一番私の中で多分難しいなと思いました。最後だし、いろんなことを経験してて、経験というかいろんなことを起こしてしまった、最後にまたすごいビッグなことを起こしてしまうっていうシーンだったので難しかったです。心臓に負担がかかることを処置の上でやったのか。あなたが彼女を見る眼差しが嫌いだった。もうやめないか、しじかさん。お願い、私を捨てないで。お疲れ様でした。お疲れ様でした。最後のシーンすごかったんですけど、なんか最後の感想。いやー、すごい緊張感があってドキドキしてたんですけど、無事に終わって本当に良かったなと思います。見てくださる皆さんに届けられればいいなと思います。ありがとうございました。お疲れ様です。워낙좋은원작이고유명한원작인와슬의유키이걸또영화하는데있어서모두가같이노력을했으니까여러분그따스한시선으로응원해주시고올가을개봉하는와슬의유키많이응원부탁드리겠습니다。心の温かくなる作品なので、ちょっとね、皆さん仕事とか
プライベートで疲れてる方、この作品を見て癒されてください。すごく皆さんにテーマとしてなんか人生の教科書みたいなものも含まれてます。失うものを恐れるよりも得るものを手に入れる勇気を身につけなさい。皆さんに送ります。この映画の中の登場人物の誰かに皆さんこう感情を移入して、この映画を見ていただければきっと面白い映画になっていると思っております。ぜひ見てください。最後まで楽しんでいただけましたでしょうか。何度も見て本当に忘れないような作品にしてください。ありがとうございました。私も楽しみにしているので皆さんも楽しみにしていてください。あの原作が本ですけど忘れゆきは映画の忘れゆきも楽しみにしてもいいです。Please remember, 忘れないで。 Please remember, 私を。 Please remember, 私を。